Hey guys, what's up? 皆さん、こんにちは。ツッキーです。ということで、今回は、僕のね、通っているオンライン英会話スクールをやっていたんですけれども、まあ、それね、だいたい3ヶ月やっていたんですけれども、英会話のオンラインスクールを受けてみて、実際どうだったのかっていうのと、僕の先生であるニオっていう先生なんですけども、まあ、今回、インスタライブでね、まあ、30分間は、まあ、僕が3ヶ月間やってみて、英語をオンラインスクールでやってみてどうだったのかっていうのと、あとは実際にね、あと残りの30分は、インスタライブの中で、普段やっている、授業の風景っていうのを、これからお送りしていきたいと思いますので、まずは、こちらのオープニング。アメリカです。はい、オープニングのご視聴ありがとうございます。ということで、インスタライブ流していきたいんですけれども、まずは実際に僕が、ニオのレッスンを受けての、感想を見ていただければと思いますので、ぜひこちらご覧ください。どうぞ。いつも9時から、水曜9時からですね、僕が文法即分かりライブっていうものをやってるんですけども、僕のリアルスチューデントのね、和樹くんにゲストで来てもらいました。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。です。和樹は今日はね、改めて何を話してくれるんですか？今日は、ニオの英会話、オンラインの英会話を通して、実際に身についたことであったり、勉強になったこととか、やってみてよかったことっていうのをちょっと紹介していこうかなって思います。じゃあね、遊びに来ました。ありがとうございます。しょうこさん。ね、僕のフォロワーさんと、かずきもフォロワーさんが3000だっけ？はい、3170。うん。そのくらいですかね。だからね、お互いのフォロワーさんが集まって、ちょっと自己紹介しましょうよね、はい、せっかくだから。Hey guys, what's up? I'm Kazuki. Please call me Zuki. I'm from Japan. I hope presently to spend time with other. I'll introduce myself to just a little. I love soccer, travel, and play the sea. I've been playing soccer for 20 years.I hope we can play soccer, travel, and study English together. Please always talk to me. Thank you. Wow, that was fantastic. ね、今、和樹君の方から、すごい早口な自己紹介がありました。いや、とっても素晴らしい。なんか、和樹、どんなことが好きとか、なんか趣味とかも話したんですけど、リスニングできました？逆に。皆さん、和樹くんの。滑舌が悪すぎて聞こえなかったから。ちょっと早かったから。ちょっと緊張して早く言っちゃいましたね。ねえ。なんか好きなこと言ってたんですよ。He just introduced himself, especially about his hobby ね。hobby とか、something he likes to do。何が好きって言ってたか聞こえました？ね。Kazuki likes soccer very much. 20 years, more than 20 years. おできましたよ。サッカーと旅が好き。イエーイ。キョンさん、ね、ありがとうございます。He has been playing soccer for more than 20 years. なんかもう、彼もね、YouTube 上げたりとかしてるんですけど、彼のアカウントぜひ行ってみてください。こう今日もストーリー上げてたよね。あげてました。結構今日はあげてましたね。サッカーをリフティングしてる動画とかあげてたけど、リフティングチャレンジみたいなのをやってみました、うんうんうん、ね、まあ、そんな感じの和樹くんですけど、じゃあ Let me introduce myself. Maybe some of you guys don't know me でしょね。 Some people have come from Kazuki's Instagram だからちょっとイントロデュースしますと、じゃあ皆さん僕の英語の自己紹介聞いて何者かっていうのを当ててくださいよ。So let me introduce myself. I'm Neo.
from Hokkaido. Actually, Kazuki is also from Hokkaido, Hakodate, and I'm from Hakodate. But now I'm currently living in Osaka. I used to be a high school English teacher, and I did it for 3 years. And after I quitting my job, I went to New Zealand to study, actually to speak, you know, real English and then real listening. So, and I communicate with so many people in English. It was so fun, and I could improve English a lot. You know, now I can speak English like native speakers. I still love traveling, but we can't, you know, go traveling nowadays because of Corona. But yeah, I like teaching English. I like traveling. And I like cooking. I love cooking and singing. Yeah, that's it. Thank you so much. さあ、カズくん、今僕の英語聞き取れましたか、あなた？僕、少し。少し。どんなこと聞き取れました？皆さんも僕が何者かっていうのをね、ぜひ教えてもらったら、ちょっとお茶を飲みながら。印象にあったのは、その最近は料理を作るのが好きっていうので、うん、そうなの。はい、クッキングっていうので、まあ、実際ミオのストーリー見てても結構いろいろ作ってたりしてるなーっていうのは、はい、見ていたので、そうなんですよ。ちなみに、あの、I like cooking とかね、よく言うと思うんですけど、こんな感じで言えますよ、皆さん。これ、カズキ意味わかる？ I'm into cooking、はい。into なんだよ、これ。自分がクッキングにこうイントゥーしてるからハマってるって意味で使いますからね、皆さん。そう、ジャスミンティーさん、There you go、 そういうことです。お、結構見ました。料理にハマってます。そうそう、カズキ今ハマってることを英語で言ってみて、これ使って。 I'm into lifting challenge。 おー、you're into lifting challenge。 Great。 ね、あの、まあこんな感じで僕レッスンをしてるんですけど、まあ、具体的に今日は、実際の生徒さんのね、カズキに、僕のレッスンを、丸裸にしてもらおうかなと思ってます。はい。で、まあ、実際ね、なんか、英語のレッスンを受ける理由って、めちゃめちゃ人それぞれだと思うんだけど、なんか僕としてはね、こう、コミュニケーションのツール、そしてやっぱ英語を勉強してほしいって気持ちがあるので、まあカズキ3ヶ月受けてくれたんですけど、話せる英語ね、話すために勉強しようよっていうふうにはやってきたので、まあちょっとまずあの3ヶ月の成果を出してもらうから大丈夫、緊張する、はいはい、あのね、カズキくんに英語話しかけようかなと思います。あの、日常会話、こんにちは皆さん、あの、今から実際の生徒さんのカズキくんが英語を話します。じゃあ、うん、How are you doing? I'm doing great. How are you? I'm good. Good? You know, people can't go out. It's very boring. You know, we have to always stay home. What do you normally do at home?I study about video editing on YouTube.、Mm. Also, I study English at home. Oh, great. You study English and learning about YouTube. So you post some YouTube video, right? What kind of, you know, content, what kind of topics do you normally post, you know, shoot、yeah. on YouTube?Yes, the main is about traveling. Mm. I've been to 5 countries, so I show some good places on these videos. Oh, great. 5 countries. Which country, you know, is the best? Which country do you like、best. The most? Yeah. America and Italy.ベストじゃない アメリカ Okay, good. LA. Oh,
Really? I see. Actually, I saw your YouTube video a few days ago. It was good. Thank you so much for video, for watching. Watching video? Yeah, it's good. It was good. Do you have YouTube link URL? Actually, I have. This is Kazuki's Instagram, ne? この左上のところを押してもらえれば、ニオと僕のところからポンって押して、ね、はい、ズッキーのところ。これがYouTube チャンネル、You can see。ほら、こんな感じのおしゃれな投稿してるんでね、皆さん。もしよかったら、はい、旅好きな人フォローお願いします。はい、緊張した？え、めちゃくちゃ緊張しますよいや大丈夫、控えめに言ってできてたありがとうございます。はい、じゃあちょっとそんな和樹くんに本題を聞こうかなと思いますけど、はい、まあ3ヶ月間ですね、僕のレッスンを真面目に受けてくれたんですけど、はい、どうでした？なんかそもそもなんか、なんで英会話レッスン受けようと思ったんかな、理由。まあ、英会話レッスンを受けようと思った理由は、うん、まあ、その、まあ、先ほどもご紹介あったように、その旅をするのが、世界を旅するのが好きっていうのがあるのと、まあ、あと今後、うん、まあ、仕事する上でも海外とかでも仕事できたらなとかっていうのもあるので、まあ、どっちにしろ、まあ、旅行行くにも仕事するにも、まあ、英語っていうのはやっぱ世界共通語なんで、まあ、必要だなっていうので、うん、まあ、英語を勉強しないとなって思っていて、まあ、なかなかちょっと自力だと、ちょっとどうやって勉強していいのかなっていうのがわからない部分があって、まあ、そんなところで悩んでいた時にちょうどニオさんと函館で会いました。いやもうね、直接会ったもんね何もね、ノートピックで話したんだけど、なんか自分が英会話レッスンやってるよっていう話をしたりとか、和樹自身も英語勉強したいと思ってたんですよねみたいなところがきっかけでね、あ、じゃあやろうよって感じになりましたよね、はい。まあ、きっかけはじゃあね、旅が好きだから英語が使えたらもっと視野が広がるっていうかね、いろんな人とコミュニケーションができるっていうところと、はい、また仕事でも活用していけたらなっていう。だから今見てくださってる方も結構似たようなね、理由で英語を学習されてるんじゃないかなっていうのは思いますが、実際にレッスン受けてみてどうでした？ちょっと僕、まあ、そのサッカーやってたので、うん、あの受験勉強を今までも一回もしたことがなかったので、その勉強の仕方が、はいはいはい、推薦で行ってたみたいな感じで、そうですね。なので、本当勉強のやり方自体がわからないっていう感じだったんですけども、まあ、実際にレッスン受けてみて、その勉強の、まあ、英語の勉強のやり方、うん、自分には何が足りてないかっていうところであったり、うん、あとは、まあ、何が、どういう勉強が合っているのかっていうのを、まあ、自分では、うん、なんか分からなかったので、まあ、そういうのを教えてもらって、うん、なんか和樹はここが足りないからこれやった方がいいよとか、まあ、調べるにはこれを使った方がいいよとか、うんうんうん、そうやってなんか教えてもらったから、この英語勉強する習慣がついたっていうのはなんか僕の中でも一番大きかったなっていうのはありますね。お、すごいいい話だったので全部英語で言ってもらっていいですか？いやレッスンね、自信を持って提供してるけど、3ヶ月でめちゃめちゃペラペラ、だから要するに自分と同じところまで成長できるようになるってのは絶対無理なんですよ。はい、だから3ヶ月なら3ヶ月でいいんだよね、期間として。でもじゃあその3ヶ月で学んだことをレッスンが終わったその次の日からも続けられるかどうかが大事なんだよね、英語学習。やっぱり生涯学べっていう感じだと思うので、英語に関しては特にね、はい、だからサボってね、なんか俺もずっと野球やってたけど、
毎日キャッチボールしてるからさ、筋肉痛ならないけどさ、うん、なんかもう1ヶ月とか休んでから思いっきり投げたらもう次の日半端ないじゃない、痛みとか、うん。なんかそんな感じだよね。もう使ってとか、もう学習を続けて続けてだんだん上手くなるのが英語だから、なんかこう、すぐにペラペラになるとか、もうすぐにネイティブのリスニング、英語が聞こえるようになるとかってのは絶対ないので、だからこう勉強を毎日習慣づけていく、ね、生活の一部に英語を組み込むためにいろんなアドバイスをしたりするのが僕の役目だなというふうには思いますね。どうでしょう、こんな感じだと、うんうん、はい、友達とかでも留学気に入ってる友達とかいるんですけど、うん、結構行ってた時は話せたけど、こう日本に戻ってきたらやっぱ使わなくなって、環境使わない環境になっていくので、うん、だからもう忘れちゃって、いざとなった時に、あ、前は結構喋れたのに今喋れないなっていう人は結構聞きますね。うん、葉月は実際レッスンねやってた時ってのは毎日勉強できてたの？基本的には毎日、うん、まあ、そのレッスンの内容的にも、その自分がこれやったらこうニオにこう LINE で送るみたいな感じがあったので、うん、やばい、サボんないようにこう送んないとなみたいな感じがあって、うんうん、今日どうしよっかなって思っても、いや、ちょっと送っとかないとやってないしな、うん、みたいな感じで、うんうんうん、それがまあ習慣になったのは大きかったですね。そうだよね、やっぱり英語の勉強って考えたらやっぱり辛いよ。そんな、なんか魔法のように伸びていくわけじゃないし、絶対壁にぶつかっては乗り越えて、またぶつかってって、自分の今もそうだし。でも、それって毎日英語を勉強した人だから感じられると思うんだよね。なんか、和樹が最初はやらされてるとか、なんかこう、いや、やんなくてもいいじゃん、でも送らなきゃとかっていうのをやることによって、自分が何できてないとかね、何できたとかって初めてわかるわけじゃない。はい。これ、いいですか、実際に。和樹くんからこんな感じでもらってました。なんか最初は LINE で送ってたんですよ、うんうんうん、で LINE で送ってて、まあ、LINE で送ってる時も最初自分でノートに、まあ、そんな感じで書いて、でそっから、うん、まあ、LINE で入力してってやって LINE で送ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと LINE で送るのめんどくせえなってうんうん、うん、思ってそのノートを写真撮って送ってましたね。うんうんうん、見づらいかもしれないですけど、ごめん、全然こんなの見せるつもりじゃなかったんだけど、いや、もういや、こんな感じで頑張ってたからね、うん、なんかいいよね、毎日英語勉強したっていうのがさ、形として残るのはすごい大事だと思う。なんか特に英語話す勉強って形にしづらいじゃない。はい。なんか、TOEIC の点数上げたい。50点アップしたい。じゃあ、答えを見て、単語を覚えて、模擬を解いて、合ってた、伸びたってわかるけど、スピーキングってさ、正解が一人じゃなかなか見つけられないというかね。はい。うん、なんかまあそういう意味もあって、毎日スピーキングをするための勉強って、続けるのめちゃめちゃしんどいと思うんだよね。まあ自分自身も。もともとペラペラ話すわけじゃないから、はい、なんかそういった思いを自分がしてきてね、長い年月をかけてお金もかけて今ペラペラになったっていうところで、まあ、みんなには極力ねショートカットをしてほしい、この時期にはこんなことをしたらいいよっては言うけども、結局俺は変えられないからね、和樹のこと無理、まあ、自分次第ですからね、うん、そう、絶対そうよ。俺がどんなに英語のレッスン上手な先生だとしても3ヶ月教えただけじゃペラペラにならないからね。自分がそれを受けてどうするかって話だからね。はい。だからそういうマインドセットも含めて担当させてもらいましたね。ありがとうございます。まこれをちょっと実践でできるようにな、やっぱりちょっと今コロナで海外行けないですけど、うん、でなんかやっぱ海外の人となんか喋ってみて、あ、レッスンしたから少し言ってること理解できるなとか、うんうんうん、少しこれだったら喋れるなっていうようにできたらさらに嬉しいかなと思いますね、うん、そうだね、まあ今そういった人向けにもいろいろねオンラインでそれこそあるし、
なんかこう勉強するっていうよりもインプットしたもの、知識として入れたものをこうね出していく作業っていうのが、というか特に和樹にとっては必要になってくるのかなって。はい。さあこの質問どうですか。なんかまあ自分はね英会話を受ける側ではなくて英会話レッスンしませんかっていう側の人間なのでね、あえて聞きたいんですけど、はい、なんか英会話レッスンってハードル高いんかなって思うんだよね。大事だなとか、はい、英語話せるなとか思いつつもさ、はい、なんか言ってしまえば YouTube でめちゃめちゃいい動画載ってるとかさ、英語系インスタグラマー山ほどいるから、はい、なんか別に英会話レッスンを受ける必要もないなとかっていう方もやっぱ多いと思うから、かずきも、はい、うんうん、やっぱレッスンの良さっていうのはそのやっぱ YouTube とかインスタでもやっぱり英語発信してる人が多いので、まあ、見てインプットすることはできると思うんですけど、うん、そのアウトプットするっていうことが多分ないと思うんですよ。 YouTube 見ながらこう自分で喋りかけないじゃないですか、会話できないじゃないですか、うんうん、だからオンライン、はい、レッスンだったらこう喋りながらアウトプット、インプットしてアウトプットしてっていう作業ができるので、うんうん、やっぱりアウトプットするまでがまあインプットみたいなものだと思うので、お深い、うん、めっちゃ深いんですアウトプットするまでがインプット、いい言葉ですね。はい、やっぱり喋らないと覚えないので、うんうん、なのでやっぱりこう何回も口に出して喋るとかそういうことができるのは、うんうん、やっぱりこういう会話型のオンラインじゃないと、まあ、できないのかなっていうのはやっぱ感じますね、うん、そうね。まあ、さっきの話ともちらっと被るけど、自分が喋った内容が結局伝わるかどうかね、はい、これ多分 I'm into cook だと思うみたいな、料理にハマってなんか I'm into cook、 でもこれって本当にネイティブに伝わんのとか、自分の作った英語、喋る英語伝わんのってのは答えがないんだよ。一人だとトーイックだと答えが目の前にあるけど、スピーキング、コミュニケーションの英語って答えがないから難しいよ。そうです、確かに。だから僕の生徒さんもほとんどが、ミオさん、私、インスタグラマー、YouTube 見ながら勉強してますよ。っていう人多いですよ。あー、じゃあ、結果、それでなんで今日ね、レッスン受けようと思ったんですか、ね、なんかみんな違うこと言ってませんみたいななんかどれを信じたらいいんでしょう、私、僕っていう人はすごい多いです。あまりにもそれを発信してる人がたくさんいるから、情報も様々あるって、うん、いやもうね、幸せの時代すぎて情報が今もうめちゃめちゃあるでしょう。どの情報を正しいと思って選んでいくかっていうことですね。そう、だから多分どの人の話でも正しいと思うんだよね。その人はその方法で伸ばしたから、そう、だから何でもいいんだけど一つに固執して頑張るっていうのが大事、結局やるっていうのが大事だから、だからまあ和樹にもずっと言ってたけど、続けようぜ一緒にっていうね、毎日やろうぜっていうところがコンセプトとして自分のレッスンではあるので、そのレッスンが終わって次のレッスンまで1週間毎日30分できるかどうかが大事だからね、結局。はい、継続ですね。うん。まもなく9時ですが、皆さん聞きたいことないですか ?9 時からちょっとガラッと変えてね、文法のレッスンやりますから。はい、はい、ということで、ちょっと長い、結構長いね、時間の動画となってしまったんですけれども、まあ、こういった形で普段ね、オンラインスクールやっておりますので、僕も私もオンラインスクールやってみたいっていう方であったり、まあね、今やっぱコロナでこうやって外に出て、まあ、実際にね、先生と対面での、授業っていうのが受けれないので、やっぱりこれからの時代も考えて、オンラインでの、授業っていうのが、まあね、英会話スクールだけではなくて、他にも大切になってくると思うので、もしもね、興味あればね、コメント欄の方にコメントいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ではね、次の動画まで。バイバイ。